皆さんこんにちは。 FGO ではマッシュキリエライトの声を担当させていただいております高橋理恵です。今日はコメントに参加できて嬉しいです。よろしくお願いします。はい、私フェイトシリーズを今までに触れたことがなかったことを後悔するぐらいに、一つ一つのコンテンツ の、 そのフェイトだったらゼロとかステイナイトだったりとか、いろいろな作品の本当に奥行きが広くて、でそれでいてキャラクター一人に対してのエピソードもすごく深くて、でそれをこう上の方をすくって楽しんでも面白いし、知ろうと思って知れば知るほどもっと楽しいし、なんか浅く触っても深く触っても楽しいコンテンツだったんだなっていうのを知って、すごく今出会えて嬉しいなという思いです。はい、私がマシューに感じた印象っていうのは、一番最初に見た時のイラストと彼女 の、 その今の性格というんでしょうか、彼女の中身、本当の心っていうのがギャップがある子だなっていうのを感じました。なんかやっぱり見た目だとすごくおとなしくて控えめで、あまり喋らなくてっていう印象を抱くんですけれども、決してそんなことがないっていうのをきっと皆さんこれからゲームをプレイしたら感じていただけると思いますので、そんな彼女の内面、どう実は感じているのか、どんな物事の捉え方をするのかっていうところを意識していただけると嬉しいです。そうですね、私の好みなんですけれども、私ちょっと小さい男の子のキャラが好き で、 で FGO の中にも小さい男の子のサーバンとかこういたりするんですが、その身長に対して声がめちゃくちゃ低いアンデルセンという男の子がいまして、そのアンデルセンの声がもし高かったらっていうイメージもなんかたまにこうプレイしながらちょっと妄想してみたりもするので、今のアンデルセンはアンデルセンとして、あの小安さんが担当されている声が一番いいんですけれども、ちょっと自分で物語を読みながら声を当ててみるのも楽しいんじゃないかななんて思っています。私小学生の時に同じクラスのお友達に台湾が大好きなお友達がいまして、よく夏休みに台湾に旅行に行くんだっていうお話をずっと聞いていて、ね、その子とも私すごく仲が良かったので、あの台湾はいいところだよっていうのを小学校の時から刷り込みでずっと聞いていたので、台湾はいいところっていうのはもう間違いなく私の心の中で変わらない事実が残っているので、いつか遊びに行きたいなって思います。ご飯もすごく美味しそうなので、あのこう日本のご飯とはまた違うご飯が食べられるんじゃないかなって、すごく食べること好きなので、なんか食べに行けたらいいななんて思います。はい、あのFGO のゲームが皆さんのお手元に届くということで、あの私もあのこうお仕事をこうさせていただいている合間とかにプレイしてみたりとか、自分の生活の中にこうフェイトが入り込んでくるっていう、そんな日常を皆さんと共有できたらすごく嬉しいです。なんかフェイトがある日常って今までの日常とはとっても変わるよう な、 なんか生活が待ってるんじゃないかなって私は思います。いろいろなこう景色がすごく鮮やかに見えてきたりとか、うん、なんだか皆さんがどんな風にこのフェイトという作品を受け取ってくれるのか、私はすごく楽しみにしておりますので、ぜひ皆さんのお声聞かせてください。いつか先輩と台湾の景色が見たいです。私ずっと待ってますということで、今日はコメントに参加させていただきありがとうございました。いつか台湾に行けますようにというわけで、マシュキリエライトの声を担当させていただいております高橋理恵でした。バイバーイ。